おはようございます。釣り子 TV です。本日の動画はこちら。ね、久しぶりに使ってきたんですけど、バリソンミノーの 130SP デプスっていうことで、このミノーでね、いい釣りがすることができたので、動画にまとめてみました。まずはご覧ください。ちょうどいいゴリゴリ調査具は忘れちゃったな。だけど、これがこの城だったらいいな。あ、シーバスだ。サイズ、口がちょっと大きく見えたかな。口が思ったよりでかかった。まだ走る。よし、いける。おお、でかいでかいでかい。おお、でかいでかいでかい。長いね、すんごい元気でしたよ。ねえ、最初は、あれシーバスかなーなんてやってたけど、あったがまあでかいのがガバガバってなるのが見えてね。ほんで、こんな感じです。じゃあね、サイズ測って逃がしたいと思います。はい、久しぶりのヒルシーバスはいきなり80センチ。バリソンミノー。80シーバスいただきました。ねルアーはね、こんな感じのデプスのバリソンミノー130のサスペンド。腹折れって感じのね、これ結構でかいシーバスに効くんですよ。じゃあ引き続き頑張ります。はい、というわけでね、シーバス釣りね、いよいよですね、この城パターン開幕かななんていうことで行ってきたんですけども、あ、ビッグベイトではね釣ることできなかったんですけども、この時期効くのがこういった、まあ、ベイトのサイズが秋になって大きくなってきてますからね、130ミリぐらいある、ミノー
あとはメタルバイブなんかもよく聞く時期なんですけども、中でもね、あの人気なのは OSP のルドラとかになると思うんですけどね、あれも 130SP になってくるかと思うんですけど、この13センチクラスの、ミノっていうのがね、ほんとね聞く季節になってくるんですよね。夏の間とかは、あとは稲っこが小さかったりするともう少し小型の、例えば B フリーズとか、あ、ラパラの CD9 とかね、そういったちょっと小型のミノが大活躍するんですけども、秋になっていよいよ、シーバスが追いかける餌のサイズが大きくなってきた頃にですね、がぜんこの手の、13センチサイズのミノっていうのがね活躍するようになってくるんですよね。でもちろんあのルドラーも好きで投げてるんですけども、結構ねみんな投げてるんで、そこでまあちょっと例えばノリーズでいうとあのただ巻きシリーズであるとか、まあポインターね、B フリーズシリーズもいろんなサイズ展開しているので、楽しいんですけども、自分がね結構ね秋口のシーバスで大型を狙う時に使うのが、このねバリソンミノの130の SP なんですね。サスペンドっていうのがまず好きで、海っていうとねあのシンキングプラグがね多くなってくるかと思うんですけども、ルドナなんか使う時も海用のシンキングもあるんですけども、ほとんどねサスペンドしか投げないですね。で表層付近で大きなシーバス浮かせて、ヒットさせるっていうことで、今回ねなんと幸先よくね80センチっていうなかなかね低サイズね、最初あれ違う魚かななんて思ったんですけども、あれと思ってね、慎重に巻いてきたところ、ガバガバガバって頭見た瞬間に、あ、こりゃ久しぶりにちょっと大きいサイズのシーバスだぞなんて思ってね、がぜんちょっと集中力アップで、なんとかね船に上げることができました。で活躍したのがこのデプスのバリソンミノっていうことで、基本はねほんとただ巻きでもよく釣れるんですけども、ポイントとしてはですね、あのジャークアクションですね、トゥイッチングっていう感じかな、まあ投げて着水してから少し巻いてちょーんで真ん中ぐらいまで巻いてまたちょーん、あと船際はもうちょっとでルアー見えるかなってとこでちょーんの、だいたいね3アクションぐらいミノを投げるとき行って、まあその追いかけて追いかけてちょーんで食わせるなんてイメージでやってるんですけども、今回のは投げて着水して少し巻いてからちょーんで食いましたね。あれでこう追ってきてるけどどうしようかなってずーっと等間隔で追いかけてくるのに、ちょーんってねあのジャークっていうよりもちょっと軌道がちょってね上に上ずるとか、そんぐらいでイメージとしては使ってるんですけども、そういう感じで誘い上げたところをガバッ、結構ねシーバスって寸前で見切ることが多い魚で、少しでもねあこれ違うなって思ったらもう寸前で、あ、賢くね避けるんで、このねバリソンミノーに関してはほんとね、このリップの形状から来る動きなのか邪悪のそのキレの具合がいいのか、釣ることができるとね比較的大きな魚が反応するななんて印象のあるミノーなんです。なんでまだまだねこれから、まあ秋の荒食いシーズンが過ぎて、年を明けていよいよビッグベイトなんかも反応しなくて、ミノーメタルバイブでこうね広範囲から探ってくなんていう時に、このシルエットね13センチあるシルエットと動きと、あとね飛びもね抜群にいいんで、そこら辺が相まってめちゃくちゃ釣れるミノーなので、ぜひねあのシーバス初めて行くよとかいう方がいたらですね、1本ボックスに忍ばせておくと、いいことがあるかもしれませんね。結構だいたいやっぱねチャーターボートとかでこれ持ってきてっていうね、ミノって限られてくるんですけども、そんな中でまあ同じサイズ感でいくつかこうね、例えばメガバスでいうとそうですね80マグナムとかも好きですし、あとカナタシリーズとかね、ああいったのとかね、まあルドラシリーズでもバルナルドラとかね、あと小型サイズなんかもいろいろありますので、まあまあちょっとずつね増やしていったりすると、ブラックバスでも使えるし、いざシーバスに行くなんていう時ももうほんとこれなんかギルカラーで腹折れでね、
サスペンドってもろにねバスのね仕様なんですけども、シーバスで活躍してくれることなんていうタイミングは絶対あるかと思いますんでね、まあまあまあ大きなサイズ釣れたんで饒舌に語っておりますが、80あるなしってことでね、ほぼランカーじゃないかななんて思いますんで、ね、この後もね、せっかくダウススイマーとか新しいね、なんだろう、ビッグベイトなんかも手に入れたので、そこら辺も交えつつ、秋のシーズンはねシーバスの方を鼻息荒くね、狙っていこうなんていう風に考えております。というわけで本日の釣り行 TV はこちら、デプスのですねバリソンミノー 130SP、 これでね大きなシーバスが釣れたよってこういった動画でした。はい、釣り行 TV でした。